空のロゴスピードバードは、現在のブリティッシュエアウェイズの前身の一つである、インペリアルエアウェイズにおける企業ロゴとして、1932年に考案されたエンブレムである。飛行中の鳥をイメージしたデザインであり、インペリアルエアウェイズで使用された後は、英国海外航空、そしてブリティッシュエアウェイズへと受け継がれていった。そのため、現在も航空管制においては、 ブリティッシュエアウェイズのことを指して、スピードバードと呼称している。1932年、スピードバードのタイトルを持つオリジナルのエンブレムが、芸術家であるセアリー・リー・エリオットによって考案された。インペリアル・エアウェイズのロゴとして採用され、当初は主に広告や荷物ラベルに使用されていたが、同社が運行する機体にも、塗装の一部として描かれるようになった。とりわけ、 機体の前方部分に描かれることが多かった。1939年にインペリアルエアウェイズが英国海外航空と統合したことにより、スピードバードは英国海外航空のものとなったため、同社の尾翼にそのロゴが大きく描かれたほか、航空管制におけるコールサインでもスピードバードが使用されることとなった。そして英国海外航空はバスなど航空機以外にもこのロゴを使用するように、 なっていた。1974年、英国海外航空が、英国欧州航空と合併し、ブリティッシュエアウェイズが設立された。同社の初代塗装においては、再び機体の前方部分に描かれている。しかし1984年からは、ロゴとしてのスピードバードは使用されなくなり、現在は、スピードマークを、ブリティッシュエアウェイズのロゴにしている。また、イギリスの首都ロンドンにある、 ハットンクロス駅などでは、現在もプラットフォームの柱にスピードバードが描かれているほか、スピードバードに関係する名称が、イギリス各地に現在も残っている。航空、航空管制官公式国土交通省、www.mlt.go.jp2019 i 年9月28日閲覧、エアウェイズ・ブリティッシュ・ b a イメージライブラリー、 b a プレスセンター。m e d i a c e n t r e b r i t i s h a i r w a y s c o m 2 0 1 9年9月28日閲覧ありがとうございます。